山本先生、どうもご紹介ありがとうございます。私は今日来られておられますジョン・ガードン先生、たくさんの研究者世界中におられますが、その中でも、もう一番尊敬している先生のお一人ですので、その先生とこうやって、今日演者2人ですので一緒に講演させていただけるというのは、こんな機会は思い起こすとですね、ノーベル賞の授賞式ストックホルムで受賞者の講演がございましたが、これも入ってるんですよね。はい、その時だけですので、それ以来のジョン・ガードン先生と一緒に講演させていただけるということで、このような機会をいただきました。越先生をはじめ広島大学の皆様に心より御礼申し上げます。またガードン先生も遠いところイギリスからお越しいただきましたこと、昨日到着されたばかりと伺っておりますので、まだ時差ボケじゃないかなと思います。私の講演中は休んでいただいて結構ですので本当にありがとうございます。で、私たち研究者ですね、どんなイメージを持たれているでしょうか。研究者といえばもう実験室にこもって、毎日実験ばっかりしているというイメージを持たれているかもしれません。しかし実際はいろんなことをしています。2週間前はですね、京都で行われましたマラソン、こちらに出場いたしまして、なんとか完走することができました。で、これがそのゴールの写真なんですけれども、僕もマラソン実は生まれてから10回目だったんですが、この2週間前はもう本当にしんどくてですね、もう死ぬんじゃないかなと思って走って、もうゴールの時は本当に死ぬ一歩手前の顔をしておりますが、今日の講演40分ほどお話しいたしますが、なぜ、研究の傍らこうやって一生懸命走ってるかと、やっぱり目的を持って走っていますので、なぜ走ってるかということをもですね、少しご説明できたらと思っています。で、私は研究者ですけれども、先ほどの越先生のお話にもありましたが、もともとは臨床医でした。5年か6年くらいは臨床医としてですね、外科医だったんですけれど、整形外科医だったんですけれども、患者さんの診療や簡単な手術も行っていました。で、私を医学の道に導いてくれたのは私の父親であります。正三郎という父親ですが、これが私の父親であります。息子が言うのもなんですが、なかなか男前だなと特に髪の毛が羨ましいなといつもガードン先生の髪の毛も羨ましいんですが、父も非常に、羨ましいと思っています。で、父親は医者ではなくて、東大阪で小さな町工場を経営していました。で、町工場の経営者ですから、自分でもですね、いろんなヤスリでいろんなものを削ったりずっとしていました。で、ある時ですね、僕が中学生か高校生くらいだったと思います。今日一番前にたくさん高校生の高校生だと思うんですが来られていますが、これぐらいの時に父親が仕事から帰ってきてですね、深夜と、今日作業してたら足がなんかチクッとしたんやと、ちょっと見てくれって言うから、見たらズボンに小さな穴が開いていまして、でズボンをめくったらですね、皮膚がピッとこう注射したように赤く、出血した跡がありまして、なんか当たったんちゃうかということで、でも大したことないでと父に言ったんですね。で、ところがですね、その晩から39度40度の熱が出てきまして、これは以来こっちだと、もう父ブルブル震えていてですね、で救急車を呼んで病院に連れて行ってレントゲンを取ってもらったら、なんと骨の真ん中に小さな金属片が映っていました。ヤスリで削った時にそれがピッと飛んでズボンと皮膚を突き破って骨の中に入っていたんですね。で、それでそこから骨髄炎になって熱が出たんですが、
まあ、その時見てくれたのが整形外科の先生で、まあ、ここに金属片が入っていますと。でこれはまあ簡単に取れますと、取らなダメですと、取らないとどん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 ばい菌が増えるので取りましょうと、明日朝一番にもう手術をします、30分で取れますということで、次の日手術室に入っていったんですが、30分で取れるはずがもう5時間6時間経っても出てこないと。僕も整形外科になってよく分かりましたが、そうやってレントゲンに映っていても実際取ろうとするとなかなか取れないと。僕も何度かひどい目に遭いましたけれども、まあ、父もまさにそういう目に遭って、でその時にこう骨の中いろいろこう一生懸命触られたもんですから大量に出血をいたしまして、輸血が必要になりました。でその輸血が原因で肝炎になりました。当時はノン A ノン B と呼ばれてました。 A 型でも B 型でもない肝炎、要するに原因が分かんないということで、原因が分からないくらいですからどんどん悪くなっていきまして、肝炎から肝硬変になりました。まあ、そういうこともあって父親はですね、私に、まあ、医学に興味ができたのか、まあ、息子に医者になれということで、私が医学生の間はよく父親を練習台にして、肝臓も腫れてますからこう外から触ったら分かるんですけれども、その触診の練習とか、また点滴もですね、父親にこうしてあげたりして、まあ、下手だから痛かったと思うんですが、まあ、なんとなしにこう嬉しそうにしていたのを覚えています。で、まあ、ところがどんどん病気は悪くなって、私が研修医医者になってすぐにとうとう父親は亡くなってしまいました。57歳だったんですけれども、まあ、まだ私も25歳くらいでしたから、これから父親とですね、お酒でも飲みながらこういろんな話をしたいと思っていた時でしたから、まあ、本当に残念でした。また医者になった自分が実の父に対しても何もできなかったということがすごくこう何と言いますか、悔しくて、でその悔しさが臨床医から研究者になった理由の一つです。臨床医という仕事はもう非常に大切な仕事で、目の前の患者さんを今の医学の力で治す、診療するというのが臨床医の先生の大切なお仕事ですが、今の医学では治せない、当時の医学では父親の肝炎は治せなかったわけです。今の医学で治せない患者さんを将来治すようにする、それが研究者の仕事です。でその思いから臨床医から研究に移ろうということで、もう一度大学院に入り直しまして、さらに大学院卒業してからアメリカに渡りました。サンフランシスコに行きまして、このグラッドストーン研究所というところでさらに研究者としてのトレーニングを受けました。で4年ほどアメリカにいましたが、まあ、その4年間が私の研究者としての人生、そして、まあ、全ての人生にとって非常に大切な4年間でありました。当時のボスはトム・イネラリティ先生という先生で、まあ、この方がイネラリティ先生であります。隣にいるのが20年前の私ですが、まあ、20年前はもうちょっとなんていうかふさふさだったんですけれども、この4年間でたくさんのことを学びました。2つだけご紹介します。1つ目は当時の研究所長に教えていただいた、なんというかモットーといいますか、こう生きていく上で私が一番大切にしている言葉です。当時の研究所長マーレー先生、今名誉所長で、父親を亡くしてすぐアメリカに行きましたので、 なんというかアメリカのお父さんという感じで、いまだに家族ぐるみでお付き合いしていただいている先生ですが、その先生がですね、当時私たち若い研究者を集めて、研究者として成功するための秘訣を教えてあげようと、それは VW だとおっしゃいました。でこの写真にある通りですね、マーレ先生は当時も今もドイツの車に乗っておられたんですね。でももちろんこの場合の VW はドイツの車の名前じゃないと。この場合の VW は何かというとビジョン&ハードワークだと
というふうにおっしゃいました。このビジョンとワークの頭文字の VW だと。しっかりしたビジョン、ぶれないビジョンを持って、そしてそれに向かってこう一生懸命努力すれば、間違いなく成功できるよというふうにおっしゃいました。でこれがですね、非常に単純な教えなんですが、私はもう本当に心に響きました。なぜかというと、ハードワークにかけてはもう誰にも負けない自信があったわけです。当時日本から留学している人みんなもうハードワークしてました。土曜とか日曜に研究所に行くと、もう日本人しかいないということもよくありましたので、ハードワークは何の問題もないんですが、このマーレー先生にですね、深夜お前のビジョンは何だと聞かれたら、すぐ答えられなかったんですね。私が答えたのは、いや一生懸命研究をしていい論文を書きたいからですと。そしていい論文を書いたら研究費をもらえるからですと。そしていい研究費をもらっていいポストに就きたいからですと。まあ、本当にそう思って一生懸命研究してたんですけれども、まあ、そういうふうに答えますと、いや深夜、それはビジョンじゃないと、それもハードワークの手段だというふうにおっしゃいました。何のために研究者になったんだ、何のために臨床をやめて研究者になって、何のためにこの小さな子どもさんと奥さんを連れてアメリカまで来てるんだというふうにこう問い詰められてですね、ようやく自分が何で研究者になったかということを思い出したんです。それは先ほど述べました父親のような患者さんですね。今の医療では残念ながらどうすることもできない患者さんたくさんおられるわけですが、そういう方、研究することによって新しい治療法につなげたいと、それが自分のビジョンだということを、まあ、ようやく思い出しまして、研究しだしてから5年ぐらい経っていましたが、すっかり自分のビジョンを忘れていたわけです。まあ、それ以降はですね、この VW、 特にビジョンを忘れないように、こうやって皆さんに紹介するのも、もうほとんどは自分のためです。自分のビジョンを忘れないということが非常に大切だというふうに思っています。もう一つ、二つ目、この留学期間中に出会った二つ目は細胞です。どんな細胞かと言いますと、 ES 細胞、万能細胞の代表ですね。ネズミの受精卵から1981年にイギリスとアメリカの研究者が作りました。イギリスのこの細胞を作られたマーチン・エヴァンス先生は2007年にノーベル生理学・医学賞を受賞されています。ネズミの受精卵から作った幹細胞、幹細胞、ステムセルですね。で受精卵、英語がエンブリオですから、エンブリオニックステムセルということで ES 細胞。なぜこの細胞がノーベル賞につながったかというと、それは万能細胞だからです。で万能というと、スポーツ万能とか勉強万能とか何でもできることを言いますが、じゃあこの細胞は何が何でもできるかと言いますと、何でも作れるんです。どんな細胞でも大量に作ることができる。これが ES 細胞のすごさです。2つの性質を持ってるんですね。 ES 細胞をほぼ無限に増やすことができます。そして増やした後でいろんな刺激を加えると、体に存在するありとあらゆる細胞、脳の細胞とか心臓の細胞とか、父親の命を奪ったこう肝臓の細胞とか、まあ、ありとあらゆる細胞を作ることができる。だから万能細胞と呼ばれるわけです。ネズミの ES 細胞、ネズミというのは私たち研究者が一番よく用いる実験動物の一つです。そのネズミの全身の細胞を ES 細胞を使えば、もう大量にいつでもどこでも研究者が使えるようになりましたから、ノーベル賞につながったわけであります。で私は留学中にこの ES 細胞に出会いまして、まあ、それ以降この万能細胞の虜になって、まあ、未だに万能細胞の研究を続けているわけであります。1997年ですね、留学して4年が経ちました。本当はアメリカでずっと研究したかったんですが、まあ、いろんな事情でですね、日本に帰ることになりました。すでにこう ES 細胞の研究でいくつか重要な論文を出すことができましたので、日本に帰ってからも ES 細胞の研究を続けようと、アメリカで研究がうまいこといったからきっと日本でもうまいこといくと思って、こうなんというかもう元気はつらつで日本に帰ったのを覚えていますが、
日本に帰ったら1年もしないうちに病気になってしまいました。なぜかというと、アメリカではあんだけうまいこといった研究が日本で全然うまいこといかないんですね。論文を書いて、アメリカだと論文というのは科学雑誌にこう投稿するんですね。そして審査されて、その結果掲載する掲載しないが決まるんですが、ほとんどの科学雑誌はアメリカに編集室があります。でアメリカにいるときは、そのアメリカの編集者に自分の論文を送ると、もうすぐに、あ、これは素晴らしい研究だから掲載しましょうということですぐにこう載せてくれたですね。だから自分にはこうなんか研究者の力があるんじゃないかと思っていたんですが、日本に帰ると同じように研究をして、同じように論文を書いて、自分では同じくらいいい論文だと思っているのに、アメリカの編集者に送ると、もう剣もほろろに、こんな仕事載せれるかという感じで、もうボロクソに言われて帰ってくるわけです。そういうことが何遍も続きました。それで気づいたのは、結局アメリカにいるときは自分の力ではなくて、自分の後ろにいてくれたマーレー先生とかイネダリティ先生の力で通ってたんだと、自分の力じゃなかったんだということをようやく分かったわけです。またアメリカにいるとですね、本当に研究に専念できました。例えばネズミをたくさん使います。でも自分でネズミの世話したことなかったんですね。アメリカにいるときはちゃんと世話をしてくれる人がいて、自分はもうそのネズミの実験さえしたらよかったんですが、日本ではもう全部自分でする必要がありました。アメリカから2匹だけネズミを連れて帰ったんですが、最初2匹でよかったんですけれども、1年経つと2、8匹になりまして、もう本当に自分の仕事が、研究者がネズミの世話係がわからないということで、毎日そういうことをやっていると、もう本当に研究者としてやっていく自信がなくなって、特にビジョンですね、研究をやって新しい人間の治療法を作る、そんなことできるわけがないという自信をなくして、もうとうとう病気になってしまいました。その病気の名前何かと言いますと、 PAD という病気です。この中にはお医者様もおられるかもしれませんが、 PAD 何のことかわからないと思います。なぜかというと、私たちが勝手につけた名前で、認められて、公式には認められていないからでありまして、何の略かと言いますと、ポストアメリカディプレッションといううつ病であります。これにかかってしまって、もう研究者ではダメだということで、こんな私でも雇ってくれるというですね、整形外科の病院の院長がおられまして、もう一度整形外科になろうと、もう本当にもう研究者辞める、もう一歩手前まで行ってました。ところが人生何が起こるかわからない、2つの出来事が起こりまして、 PAD をなんとか克服することができました。2つ、1つ目は何かと言いますと、1998年に起こりましたが、人間の ES 細胞ができました。アメリカのこのジェイミー・トムソン先生が人間の ES 細胞を作ったということで、アメリカの科学雑誌にこうバーッと報告されました。これは本当にびっくりして、そしてものすごいこう勇気づけられました。それまでネズミの ES 細胞しかなかったんです。で一生懸命ネズミの ES 細胞を研究していたら、周りの先生方が、いや山中先生、そのネズミのなんたらなんたら細胞面白いかもしれないけれども、もうちょっと人間のこう病気に研究した、人間の病気に関係した人間の細胞を研究した方がいいんじゃないかということで、何度も忠告されたんですね。でところが人間の ES 細胞ができたということで、この人間の ES 細胞はものすごく医学、人間の患者さんに貢献する可能性があるんです。どういう形かというと、それは再生医療、人間の ES 細胞からいろんな細胞が作れるわけですね。ネズミと同じ力、万能細胞ですから。そうするとここに書いてあるいくつかの病気、これごく一例ですけれども、パーキンソン病とかですね、心臓の病気とか脊髄損傷とかですね、こういう病気はもう患者さんが寝たきりになってしまって亡くなってしまうかもしれない病気ですが、よく原因を考えると、全身に200種類ある細胞の中のたった1種類の細胞の機能不全で起こる病気です。パーキンソン病は頭の奥にあるもうごく少数の神経細胞、たった1種類の細胞がダメになって全身の動きがスムーズにできなくなる病気ですし、脊髄損傷はもちろん脊髄の神経の細胞だけが原因ですし、心臓の細胞も心臓の筋肉の細胞ですね、
他の全身の199種類の細胞はピンピンしてるのに、たった1種類がダメになって起こる病気や怪我がたくさんあります。 ES 細胞、人間の ES 細胞を使えばその1種類の細胞を大量に作り出すことができるわけです。そしたらその細胞を ES 細胞から作った細胞を患者さんに補ってあげれば病気を治せるんじゃないか、機能を再生できるんじゃないかということで、再生医療の切り札としてこの人間の ES 細胞がこう一気に何というか期待されるようになりました。で、私はネズミの ES 細胞の研究をしていましたから、これはすごいと、自分のこの ES 細胞の研究がこういう形で貢献できるかもしれないということで、すごく勇気づけられたのを覚えています。ところがですね、人間の ES 細胞できたんですが、依然として私は人間の ES 細胞は使えないという状態がもう何年も続きました。だからずっとネズミの ES 細胞しか使えませんでした。なぜかというと、この人間の ES 細胞には大きな問題が一つあるんです。何だと思われますか？それは受精卵を使わないとできないということです。ネズミの受精卵でさえですね、ネズミの妊娠しているお母さんネズミのお腹から取り出すときは心が痛むんですね。いわんや人間の受精卵、これは赤ちゃんになる力のある細胞ですから、たとえ医学研究のためとはいえ、人間の受精卵をこう ES 細胞という細胞にするということに対してはやっぱたくさんの反対意見があるんですね。ですからお膝元のアメリカでも非常に厳しい規制がありましたし、日本ではもう基本的には人間の ES 細胞が使えないという時代が何年も続いたわけです。世界的に見てもですね、このお二人、政治と宗教のトップ、このお二人ですけれども、もうものすごく反対されていました。ブッシュ大統領とヨハネ・パウロ、ローマ法王ですね。ですから政治と宗教の世界のトップがもうこぞって反対されるくらいですから、なかなか使えないということで、これだけだったら私も PAD を克服できなかったと思います。何せ自分では人間の ES 細胞使えないわけですから。ところがもう一つ私の人生に出来事が起こりました。二つ目の出来事ですね。それによって PAD を克服することができました。それは何かと言いますと、1999年に起こりましたが、奈良先端科学技術大学院大学、奈良先端大と訳しますが、こちらで雇っていただいて研究室のリーダーになったんですね。1999年ということは私37歳の時でした。当時この2000年頃のですね、日本で37歳でリーダーになるというのは少なかったんですね。だいたい研究室のリーダーになるといったらもう50歳55歳くらいだったのが、37歳で独立させていただいたということで、しかもこの大学見ていただいたら分かる通り非常にいい環境、この奈良先端大のことをご存知だった方はちょっと手を挙げていただけますか。どれくらい広島で知名度が、おーすごい、あすごいですね、びっくりしました。大阪で聞くより多いからびっくりしました。どういうことでしょう。あ、もしかしたら広島大からたくさん僕の学生にも広島大出身の人おられましたから、有名なのかもしれないですね。この大学は大学院大学なんです。学部がなくて大学院しかないんですね。だから広島大学を含む全国の理系の大学を卒業した人が4月に研究をするために大学院生として集まってくるという大学院大学です。国立大学法人で、なんか知らんけど他の大学より研究費がいっぱいあるという、僕も何でかよくわからなかったんですが、そういう素晴らしい環境ですから、ここでチャンスを与えられたということで、もういっぺん頑張ってみようと、研究者として PAD を克服することができました。ところがこの1999年の12月にですね、この着任したわけですが、一個大きな問題がありました。何かというと、20個くらいの研究室があるわけです。で、他の研究室はみんな教授なんです。僕だけ
今でいう准教授だったんです。当時は助教授、ただ上に教授がいないのに助教授准教授でも研究室リーダーだったんですが、法科がみんな教授ですごい有名な人もいっぱいいました。それに比べて僕は一番若くて、で、まだ助教授で、しかも研究費はこの前の大阪市立大学にいましたが助手だったんですが、そこでもらって、その時に文科省からいただいていた何百万かの研究費があるだけで、で、ネイチャーとかサイエンスという有名な論文ももちろん出したことがなかったですから、そういうなんというか非常に弱小の研究室に今時の学生さんがですね来てくれるわけがないと思いました。皆さんも就職を今活動している人も多いと思いますが、やっぱり行くんだったら大手企業とか思っている人がほとんどでしょだからわざわざ小さなとこに、全然聞いたこともないとこに最初から行きたいと思う人はいないと思うんです。でも一つだけ言いたいのは、僕は実はアメリカでも研究室持ってるんですね。向こうでも若い人の指導をしていますが、圧倒的に違うことが一つあって、アメリカの若い人っていうのは大きいとこ行きたがらないです。卒業してから大手企業なんか行くの嫌だって言って、ベンチャーとかです、聞いたこともない小さなとこに行ってそこで思う存分活躍したいと、優秀な学生さんこそそう言うんですけれども、それがちょっと日米で随分違うなと思いましたが、余談ですが、ここは日本の大学ですので当然もう有名な大きな研究室にみんな行きたいと思うのが普通ですから、こう37歳の僕のとこなんか誰も来てくれないじゃないかと。大学院大学なのに大学院生がゼロだったら、何しに行ったか分かんないわけですね。でこれは困ったと。すぐに有名になれないし、すぐに論文も書けないし、すぐに研究員ももらえないし、どうしようと困り果てたんですが、その時に僕を救ってくれたのがアメリカ留学中に覚えた VW だったんです。そうだと、ビジョンだったらすぐ作れると思いました。自分の研究室を持って、自分の研究室のビジョンを作ろうと、そう魅力的なビジョンを作ればそれに惹かれて学生さんが来てくれるかもしれないというふうに思いました。そしてその時考えたビジョンが結局今も同じことをやっています。 ES 細胞の課題を克服しようと。人間の ES 細胞ものすごい再生医療の可能性があるわけですが、受精卵を使うというのがもう最大の課題であると。そしたら受精卵を使わずに大人の皮膚の細胞や血液の細胞をこうリセットしまして、コンピューターのハードディスクも買った時は新品ですが、使ってるうちにすごいいっぱいになりますよね。でもリセットボタンを押したらまた真っ白に戻ります。それと同じように受精卵も最初は真っ白な状態なのが、いろんな情報が書き込まれて皮膚の細胞になったり血液の細胞になると考えられていますが、きっとリセットボタンがあるだろうと。そのリセットボタンを探して押してあげたら受精卵の状態に戻って、それによって ES 細胞と同じような万能細胞を作れるんじゃないかというふうに考えました。そしてこれと同じような、ほとんど同じスライドを使って2000年の4月5月でですね、120名の学生さんの前で自分の研究室のビジョンをこう一生懸命熱く語ったのを覚えています。ただ私も基礎研究を始めて10年経っていましたので、これは言うは易しだと、これをできるまではもう20年30年というか、もう一生かかってもできないかもしれないということはよく分かっていましたが、そういうですね難しいということは学生さんには一切言わずにですね、これができたらどんだけ素敵かということだけを30分間とうとうと話しましたところ、作戦が成功いたしまして、3名騙されて入ってきてくれたんです。3名どころか20名くらい希望してくれました。でも僕の研究室は定員が3名だったんですね。で定員を希望者が上回った場合は入試の成績の上位の校から好きなところに入れるというのがシステムでした。この真ん中の海保さん、これは2年後の修士の修了式の写真でありますが、真ん中の海保さんは入試の成績120名中2番だったんですね。
右端の徳澤さん、女性、もう一人の女性、彼女は4番でした。ですからもう成績で堂々とこう入ってきてくれたんです。唯一の男性、高橋君、実は彼は広島出身なんですけれども、彼はですね、成績はまあそこそこだったんですけれども、面接をした時に逆に僕が彼にこうなんというか惚れ込んでしまったというか、もう何としてでも彼と一緒に研究したいなと思いまして、まあその思いが通じたのか、なんとか3番目の枠で滑り込んで入ってきてくれました。まあ、この3名、私にとっては忘れられない最初の大学院生でありますが、まあ、彼女らが来てくれたのが、もう本当に幸運だったなと思っています。で、一生懸命、私はビジョンを出したんですが、ハードワークは彼らがやってくれました。なんか楽だったなと思うんですけれども、ただですね、私も全然こう難しいとは思いましたが、全くできないわけじゃないと、リセットするっていう根拠がありました。確かな根拠がありました。それは何だったかというと、ガードン先生だったんですね。ガードン先生が1962年に行われた実験があります。それはカエルを使って大人のカエルの細胞をリセットできると、それによってもう一度こう新しいカエルを作ることができる、少なくともオタマジャクシまでは作ることができるということを1962年に示されていたわけです。だから大人の細胞をリセットするというのは決して夢物語ではないんだと、まあ、非常に効率は低くて難しいということも報告されていましたが、でもできないわけじゃないということは報告されていました。だからきっとできるんだという信念のもとビジョンを作ったわけです。そしてそれを信じて、先ほどの3人を含む僕の研究室のメンバーが一生懸命ハードワークしてくれたわけです。そのおかげで20年30年かかると思っていたのが6年でできました。2006年にここの真ん中に示した4つの因子、初期化因子って書いてありますが、実はこの4つの因子は全部遺伝子です。細胞の中に遺伝子があるわけですが、この4つの遺伝子を探してきました。そしてこの4つの遺伝子をネズミの皮膚の細胞に外から送り込みますと、あら不思議という感じなんですが、リセットされまして、本当に、そして ES 細胞とも区別のつかない細胞ができました。 ES 細胞の E はエンブリオ、受精卵でした。この方法は受精卵を使わないので ES 細胞ではありません。もう性質、見た目や性質は ES 細胞と区別がつかないんですが、由来が受精卵じゃないので ES 細胞じゃありませんということで、名前をまあ一生懸命考えたんですが、最終的には iPS 細胞と、万能性の化学用語は多能性と呼ばれています。で、人工多能性幹細胞、Induced Pluripotent Stem Cellの頭文字で iPS 細胞というふうに名付けました。この名前が良かったのかですね、その後アメリカの研究者が私たちのこの実験が再現できたという論文をすぐ出しましたが、その中でも iPS 細胞という名前を使ってくれたので定着したわけです。日本人研究者は悔しい思い何度もしてるんです。私も一度これより前にやったんですが、せっかく日本人が最初何かを見つけて、それに日本人が名前をつけたのに、その後外国の方が違う名前をつけてしまって、そちらの外国の方がつけた名前の方がなんかかっこいいので、そっちが定着しているというのがもうたくさんあります。だからこの iPS 細胞の時は一生懸命考えて、こうかわいいネーミングにしようと思って考えたんですが、まあそれは良かったなと思っています。まあただですね、正直に言いますと、 iPS 細胞をどうやって思いついたかというと、当時入り出していた iPod っていうのがございまして、まあそれパクっただけなんですけれども、愛を小文字にしたいという悪ノリでありましたが、まあそれが作戦成功したのが良かったと思います。この iPS 細胞、名前をつけたのは間違いなく私ですが、実際にこの作る実験をしてくれた、ハードワークをしてくれたのは私じゃありません。この3名、他のメンバーもそうですが、特にこの3名のハードワークがなかったら iPS 細胞は
少なくとも私の研究室ではできていなかったと思います。他のアメリカやイギリスでできて違う名前になっていたと思います。徳澤さんと高橋君は先ほども紹介した私の最初の大学院生であります。市坂さんは大学院生じゃないんですが、技術院という専門的な難しい実験をもう専門的に行ってくれる非常に大切な仕事がありますが、私の研究室の初めての技術員が市坂さんであります。この3人のおかげでできたのが iPS 細胞であります。そしてこの3名のおかげで2012年にですね、ノーベル医学生理学賞、生理学医学賞という思わぬ栄誉をいただきました。でしかもこのジョン・ガードン先生と一緒に受賞できたというのはもう本当に光栄、嬉しかったです。ガードン先生のお仕事がなかったら iPS 細胞っていうのはもう 100% できていません。 iPS 細胞、最初は皮膚の細胞から作りました。でも今は全身のもういろんな細胞から作れるということが分かっています。一番簡単な細胞は血液細胞です。皆さんはもう1年に1度くらいはですね、病院で採血されることがあると思います。その時に試験管1本分だけ余計に採血していただいたら、皆様お一人お一人の iPS 細胞を作ることができます。先ほど の初期化因子遺伝子をこの血液の細胞に外から送り込みますと、1ヶ月くらいの時間は変わるんですが、全く能力も見た目も違う細胞に変わります。それが iPS 細胞。 iPS 細胞になるともうどんどん増えます。細胞というのはこういうプラスチックのお皿の上で培養するんですが、たった数ミリリットルの血液から作った iPS 細胞を iPS 細胞ですが、このお皿も何百枚何千枚という量に簡単に増やすことができます。増やした後でいろんな刺激を加えますといろんな細胞に変えることができます。例えばこのような拍動する心臓の細胞、ドクドクと拍動、肉眼でも分かります。このお皿何百枚と拍動する心臓の細胞を作ることができます。この細胞が数ヶ月前までは自分の血液の細胞だったかと思うと、なんか未だに不思議な気持ちになる技術であります。この技術を利用して今医療応用を目指しています。2つの医療応用があります。再生医療と薬の開発という2つの医療応用です。でこれが今私たちのビジョンです。もともと僕のビジョンは研究で新しい治療を作るというのがビジョンだったんですが、 iPS 細胞という技術に出会ったことによってより具体化しています。また自分だけのビジョンじゃなくて多くの研究者が共有するビジョンになっています。それは iPS 細胞という技術を使って新しい治療法を作る。で2つ、再生医療という新しい治療、そして薬を iPS 細胞を使って開発すると。このiPS 細胞の医療応用を推進するために私たち京都大学は2010年に新しい部局を作りました。それが京都大学 iPS 細胞研究所、センター for iPS cell research and application、 頭文字を取ってサイラというふうに略しております。日本語名は iPS 細胞研究所なんですが、英語名は最後にアプリケーションというのをつけました。このアプリケーション、すなわち医療応用です。サイラの4文字の中の最後の A、 アプリケーション、これが一番大切な文字です。私たちの使命は論文を書くことではなくて iPS 細胞の医療応用を実現すること、 A を実現することが私たちの使命であります。すでに6年の時間が経ちましたが、かなり医療応用を進めることができます、できつつあります。で簡単に例を挙げます。たくさんあるんですが、時間の関係でもう一つ二つだけの例を挙げます。まず再生医療でございますが、こちらは2007年の iPS 細胞、人間の iPS 細胞の開発以来ですね、この日本文科省を筆頭にもうすごい日本政府から iPS 細胞研究にご支援をいただいております。そのおかげで今世界の中で iPS 細胞を使った再生医療に関しては間違いなく日本が世界のトップを走っています。中でもここに書いたいくつかの病気については間もなく実際の患者さんへの応用が始まると期待されております。中でも目の病気、特に網膜の病気、こちらはすでに医療応用、患者さんへの応用が始まりました。
2014年にですね、神戸理化学研究所の高橋正代先生のチームが黄斑変性という網膜の病気があります。網膜の一番奥にある裏打ちをしている黒いというか灰色のこう一層の細胞があるんですね。鏡と一緒で、鏡もですね、一番奥に裏打ちしている黒い膜があって、それがあるから光をこう受け止めるんですが、網膜も同じような感じで、網膜の一番奥にですね、一層の黒い細胞があります。その細胞が加齢、年齢加齢とともに破れてしまったり、逆にこう飛行して分厚くなって歪んでしまったりする病気があります。それによって歪んで見えますので、視力がどん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 低下し悪化すると。その病気の患者さんに対して、その患者さんの皮膚の細胞から iPS 細胞を作られて、そして iPS 細胞から網膜の細胞、健康な網膜の細胞を作り直されて、患者さんの傷んでいる網膜の細胞と入れ替えるという手術を行われました。まだお一人しか行っておられないんですが、1年半経って非常に順調に副作用もなく経緯しているというところでありますので、今後2例目3例目もどん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 行っていく行かれると思います。これは神戸の研究開発ですが、私たちサイラでもたくさんのプロジェクトが進行しています。一つだけご紹介いたしますが、高橋淳先生はパーキンソン病、これ脳の神経の細胞が原因になると言いましたが、 iPS 細胞から神経の細胞を作ることに成功されていまして、こちらを患者さんの悪くなった神経の部位に移植して、脳に移植して、パーキンソン病のこの体がスムーズに動かないという病気の治療を行おうというふうに計画を進められていまして、こちらもですね、あと1年2年で臨床用が始まると思います。で、 iPS 細胞を患者さんの移植に使うためには、製薬会社にあるようなもう本当に高度に管理されたクリーンルームが必要ですが、私たちのサイラではすでにクリーンルームを完備しておりまして、ここで臨床用のための iPS 細胞の作成を今一生懸命行っております。ちょっと時間がなくなってきましたから急ぎますが、薬の開発、こちらも一生懸命進めています。一つだけ例を挙げますが、体の中の骨を作る成長軟骨というのがありますが、生まれつきこの成長軟骨がちゃんとできないという病気があります。それによってこの患者さんは骨が伸びないので背が伸びないという病気で苦しんでおられる方がおられます。この病気の患者さんから私たちの研究所の妻木教授、彼も整形外科医でありますが、 iPS 細胞を作りました。そして、健常の方、病気でない方の iPS 細胞からはきれいな軟骨ができるということが分かりましたが、全く同じことを病気の患者さんの iPS 細胞でやっても軟骨が全くできないということが分かりました。すなわち軟骨ができないという病気をiPS 細胞を使うことによって実験室で再現できたことになります。で、先ほど言いましたように同じものを何百枚と作ることができます。で、それぞれで違う薬の候補を試すことができますので、薬の開発速度がもう一気に何百枚何百倍に上がりました。で、実際妻木先生いろんな薬を試したところ、ある薬がですね、ある薬を患者さん由来の iPS 細胞に振りかけるときれいな軟骨ができるということが分かりましたので、今この薬を臨床応用するために一生懸命準備を進めておられます。まあ、これが iPS 細胞、患者さんの病気を再現して、そして薬の開発を行うと、こちらが iPS 細胞の薬の開発の方法であります。で、これらの臨床応用を進めるためには私たちのような研究者もたくさん必要ですが、研究者だけがいくら頑張っても臨床応用はできません。たくさんの人材が必要です。ここにあるように研究者をこう支援するようなさまざまな人材、これごく一例ですが、知的財産の専門家であるとか規制の専門家、先ほど言ったような技術員ですね、非常に高度な実験を行う技術員であるとか、研究内容をこう一般の人に正確に伝える広報の人であるとか、まあ、いろんな人がいます。私たちの研究所もう今もう400人近い教職員が日夜頑張っています。そして医療応用を実現するにはもう20年30年という時間がかかります。ですから、その400人の人間を頑張ってくれている仲間を20年30年きちっと安定的に雇用することが必要であります。
去年ですね、日経新聞をはじめとするいろんな新聞にですね、日本のですね、全ての企業の非正規雇用の割合が初めて4割を超えたと、これは大きな問題であるというふうに出ていました。4割。じゃあ私たち iPS 細胞研究所400人近い教職にいますが、何割が非正規雇用、有期雇用だと思われますか。日本全体が4割になったって言って、大変だ大変だって言ってるんですが、私たちはどれくらいか。これ多分私たちだけじゃなくて、日本の国立大学の同じような状況じゃないかと思いますが、私たちサイラの状況は9割ほとんどの人が有期雇用で頑張ってくれています。数年単位の雇用で、こう iPS 細胞という日本初の技術をなんとかこう患者さんの元に届けようと日夜頑張ってくれているんですが、その雇用はもう極めて不安定であります。国からたくさんのご支援をいただいているわけでありますが、そのほとんどが競争的資金というお金でありまして、研究者をこう長期雇用はできない種類のお金なんですね。ですから、ほとんど大部分が有期雇用という状態になっているわけであります。そこで最初の写真に戻るんですが、なぜ私が一生懸命走ってるかというと、そういう人たちの長期雇用を少しでも安定させようということで、国の研究費ではそういうことができないので、iPS 細胞研究基金というものを作りまして、ファンドレイジングのためにマラソン頑張ってるわけです。走るからには死ぬ気で走ってアピールするというのが私の、考えでありまして、ただ死んでしまったら終わりなので、死ぬ一歩手前でまで頑張るということでありまして、これで集まったお金で研究支援者の長期雇用でありますとか、研究環境の改善とか、若手研究者の教育、こういったものを行っています。こういったことを競争的資金で行ったら不正使用になってしまいます。なんか変な仕組みなんですが、だから一生懸命やってるわけであります。1回マラソンを走ると平均するとですね、だいたい1000万円くらいのありがたい支援をいただいております。ただやはり400人規模の研究所ですから、少なくとも年間5億円くらいないとこういうことがきちっとできないんですが、1回走って1000万で5億円、年50回走る必要がありまして、もうそれはちょっと勘弁してという感じでありますが、まあ、これからもできるだけ頑張ろうと思っています。今私たちこの瞬間もですね、もう400名以上の人間がガードン先生の研究からこうルリルイとつながってできた iPS 細胞をなんとかこう医療応用という仕上げゴールのところを、ゴールライン、ゴールのテープを切ろうと思って一生懸命頑張っています。これからもいろんな形で、広島大学とも協力していきたいですし、また皆様のご支援も非常にありがたいというふうに思っております。ご清聴誠にありがとうございました。山中先生どうもありがとうございました。ちょっとマイクが不調でした。ここで15分間の、質問時間を設けたいと思いますので、ぜひ研究に関係のないことでも、よろしいかと思いますので、ぜひ質問の方、よろしくお願いします。特に高校生の皆さんは、山中先生に直接質問できる貴重な機会ですので、ぜひ積極的に質問をお願いします。質問のある方はですね、挙手をして手を挙げたままでいていただければ、マイクを持ってまいりますのでお願いいたします。それでは質問のある方は手を挙げてください。いかがでしょうか。はい、それではじゃあ君からいきましょうか。じゃあマイクお願いします。山中先生ありがとうございます。2、3ほど質問させてください。自分はあんまりその iPS 細胞っていうのは新聞とかでは見たことあるんですけど、実際にどんな風になってるのかよく分からなかったので、その幹細胞に幹細胞じゃない普通の細胞に4つの遺伝子を組み込む
ていう話だったんですけど、それは何でしょう、幹細胞もともとの何でもなれる細胞が目的のある細胞になるときにその4つの細胞を失っているっていうことなんでしょうか。あ、はい、それはすごい鋭い質問で、失わないんです。これもガードン先生が50年前に証明されたんですけれども、私たちの一個一個の細胞には3万種類の遺伝子があるんですね。で、昔はその3万個を全部ずっと維持しているのは、精子とか卵子だけだろうと、次の世代にその遺伝子を伝えないとダメだから、精子と卵子には3万個全部揃ってるんだけれども、他の細胞、皮膚の細胞とか脳の細胞は大部分の遺伝子必要ないから、もうなんかなくなってしまってるんじゃないかというふうに言われていたんですが、ガードン先生が示されたのは、カエルの腸の細胞からまた新しいオタムジャクシカエルができましたから、ということは腸になった細胞にも全部の遺伝子が入ってるはずだと、残ってるはずだということを証明されたんです。だからなくなっていません。なくなっていないんだけども、だからさっきの4つの初期化の遺伝子も皮膚の細胞にはあるんですが、オンになってない、オフになってるんですね。だからあるだけで使われてないんです。で、じゃあその4つをどうやってオンにするか、2つ方法があって、1つはなんか外から薬とかでですね、オフになってるスイッチをなんとか入れてあげたらいいんですけれども、それはちょっと難しいんですね。でもっと簡単なのは、外からもうあらかじめオンになっている、活動しているさっきの4つの遺伝子を外で作っておいて、それを細胞に外から無理やり入れてあげると。そしたらもう最初からこうやる気満々の4つだから、しかも細胞には1対しか、お父さん由来お母さん由来の1対しかないのに、外からだったらもう何十個でも何百個でも入れれるので、ものすごいものすごい働き方をさせれます。だからなくなってはないんだけれども、細胞の中では何というかオフになっていて、でその代わりに外から補ってあげると。でそれはやったことないと魔法みたいに思えるかもしれないですが、すごく簡単で、遺伝子を合成っていうのは今機械で簡単にできるんですね。機械とか大腸菌で作らせたり簡単にできるんですけども、それを、まあ、言ってみたら皮膚とか血液の細胞にこう振りかけて、振りかけるだけではさすがに細胞を取り込まないんだけど、電気ショックを与えるんですよ、ボンと。で電気ショックを与えると細胞がびっくりして、細胞の表面に穴が開いて、そこから外の遺伝子が入っていくという、そういう、まあ、すぐできます。はい、はい、じゃあもう一つぐらいでお願いします。はい、ありがとうございます。その4つの遺伝子は、誰でも同じ遺伝子を組み込めばできるんですか。それもそうなんです。はい、誰でも同じ遺伝子を組み込む、そうです。ですからネズミでも人間でも同じ遺伝子の組み合わせでできるし、僕でも今質問してくれている何君かわからないけれども、同じ遺伝子を入れたらもうここにおられる方一人一人から iPS 細胞理論的には作ることができます。まあ、こんだけ脳に人から作ろうと思ったらちょっと大変ですけれども、はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは他に質問のある方いかがでしょうか。高校生他におられませんか。はい、じゃあ眼鏡をかけた彼に、すいません質問を、あ、そちら手を挙げたままで。あ、お話ありがとうございました。質問なんですが、目に iPS 細胞を使って目を治した方がいらっしゃるということで、その目は再び悪いことになる、痛むようなことはないんですかね。あ、それも非常に鋭いです。同じ病気がまた起こる可能性はあります。ただ、患者さんというのは60代70代の方なんですね。ですから病気になるまで60年70年かかって病気になりましたので、なられましたから、今60歳の方に iPS 細胞というのは基本的に0歳リセットされるから受精卵と同じ状態に近く戻るので、まあ、基本的に0歳
の状態なんですね。その細胞をもう一度入れて、仮に同じ病気が進行したとしてももう数十年かかりますから、少なくともその方が平均寿命の間は大丈夫だろうというふうに、期待しています。でも世界で誰もやったことがない治療だから、これはその患者さんをずっと長いこと経緯を見て何年効果があるかを調べていかないとダメで、それが臨床研究と呼ばれている研究です。はい、続きました。はい、他にいかがでしょうか。はい、じゃあ、黒のセーターを、着てる彼に。ありがとうございます。広島高校の川野と申します。新聞などで iPS の記事を見たりしたときに、いいことづくめで書いてあるんですよ。ただ実際の問題でまだ臨床に行ってるのは網膜の治療だっていう話があって、さっきも、夢のような細胞だっていうのは自分もよく分かってるんですけど、実際その臨床が他の多くの病気ではまだ進んでいないっていう面で iPS 細胞で今問題になっているってこと、問題になっているというか、そのiPS 細胞が臨床に至るまでに今から解決しなきゃいけない課題っていうのはどういうことなのか教えてほしいです。非常に大切な質問です。いっぱいまだまだ問題があります。2006年にネズミの iPS 細胞を発表したんですが、その翌年2007年には私たち何を発表したかというと、 iPS 細胞、 ES 細胞もそうなんですけれども、いろんな細胞を作るだけじゃなくて新しいネズミまで作っちゃうんですね、ES 細胞、 iPS 細胞というのは。で、私たち2007年に、iPS 細胞は ES 細胞と本当に同じ能力です。なぜかというと iPS 細胞から新しいネズミができました、作れましたという報告をしたんです。そんなことは今まで ES 細胞でしかできなかったので。ところが同じ論文で私たちは iPS 細胞からネズミを作ったんですが、そのネズミの3割には腫瘍、良性か悪性か分からないですけども、腫瘍ができてネズミはもう早く死んでしまいましたということも、その2007年の論文で今からもうだから7年前ですね、報告してるんですね。だからそれが未だに最大の iPS 細胞の問題です。どんどん増えるのはいいんだけれども、患者さんに移植してからも増え続けたら腫瘍、最悪は悪性腫瘍がんになってしまうんです。で、どうやってその問題を解決できるか、今もう8年前とは比べ物にならないような技術になっています。今 iPS 細胞から作ったネズミは普通のネズミと同じ寿命です。腫瘍もできないというか、普通のネズミも腫瘍できますから、ずっと飼ってたら普通のネズミと変わらないネズミを作るようになっています。ですから、いよいよ人への投与もできるんじゃないかということで、そこまで来てるんですけれども、本当に人間に移植してからも大丈夫かということは、これからの臨床研究で確かめていく必要がありますので、非常に慎重に進めています。で、他にもですね、大量に網膜の場合は1万個ぐらい細胞があればよかったんですが、高橋淳先生の脳の場合は100万個ぐらい細胞がいるんですね。で、心臓の場合はもう10億個とか細胞がいるんです。で、それだけの細胞をどうやって安全に増やすかといった技術的な問題も大きな課題です。で、そういった大量培養はいろんな企業の人とも協力しながら今どんどん進めています。まだまだいろんな課題はあって、だから研究者だけじゃダメで、いろんなプロといいますか、いろんな人材が必要だし、そして1年2年じゃダメで、20年30年と研究を続けていく必要があるので、iPS 細胞研究所の所長として研究も苦労していますけれども、そういったどうやって20年30年いろんなプロの人をこう頑張ってもらえるかというのも苦心しているわけです。よくわかりました。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ですね、まだまだ質問を受けたいところなんですけれども、15分 の質問時間が終了してしまいました。サテライト会場の方もですね、質問されたい方もおられたと思うんですけれども、これにて質問時間